新潟県田上町によく足を運ばれてるじゃないですか。はい。道の駅行ったりとかね、はい、イベント参加したりとか、はい、なんとそんな田上選手に田上町から観光大使のオファーが届いたそうです。へい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 。え、今ここで発表なんですか。はい、本当に知らなかったでしょ。あ、本当知らなかったです。僕も3分前ぐらいに聞きました。あ、そうなんですか。本当に届いたそうですよ、オファーが。どうします、どうします。ちょっと重そうなんで明日まで待ってもらっていいですか。ちょっと簡単に受け入れられないなっていうのは。いや、嬉しいですよね。でも嬉しいです、はい。ねえ、観光大使って何やるんでしょうかね。でもね、そう、なそこもちょっとあの話し合いの末決めたいですね。観光大使、就任式ということで、皆さん方、大変大勢の方々、お集まりいただいて、大変ありがとうございます。最初のこのいわゆる観光大使ということで、このアルミレックスの第一選手に、この願いをしたと、ご本人からですね、本当にあの、心よくご承諾をいただいて、川見町観光大使第1号ということで、ご承諾をいただいたところであります。これからまた、さまざまなそのイベントとかですね、町の事業を通して、どんどんとこのいわゆる町外、県外、または国外でですね、高井町の良さを PR していただければ、本当にありがたいかなと思っております。高見大輔様、あなたを高見町観光大使として呼びします。令和5年3月26日、館長長、頼みます。よろしくお願いいたします。今回、高見町、観光大使就任するにあたって、僕は千葉県に生まれて、高見っていう名字ってすごく珍しいんですが、サッカーをやっていて、新潟に、来る応援があり、その中で、高見町という場所を知り、何度か本当訪れていて、本当町中の至る所に高見っていう文字がすごくあって、すごくなんか、変な気持ちというか、嬉しいんですけど、なんかそういった気持ちになったの、本当に、4年前ですかね、新潟に来て、すぐ、この高見町に来て、そう感じたのを今でも、新鮮に思い出します。それから何度か、高見町に足を運ぶ中で、チーム関係者の方々に、高見町の観光大使になれないかなっていう、ちょっと冗談半分の話をしていたところ、今年4年目になって、ようやくラップホールが実り、高見町の観光大使に就任できる運びとなりました。今日から観光大使の任期がスタートということで、より、サッカーの本業においても、結果を求めながらやっていきたいですし、高見町の魅力だったりっていうのも発信しながら、より高見町に貢献できるように、全身全霊で頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。高見町のイベントで、一番印象にあるイベントってなんですか。秋頃ですかね、高見のバンブーブー、はい、10月です、ね、はい、10月ぐらいに行ったのは、すごく、竹でアンダーライトアップされてるの初めて見たんで、すごく綺麗だなと思いましたし、僕、愛犬2匹いるんですけど、愛犬とも一緒に行けたので、非常に思い出に残りましたし、その後すぐに千葉から母親も来たので、見せてあげたいなと思って、一緒に行きました。だからそれがすごく綺麗でしたし、初めて見たので、すごく印象的です。おいしい。
達と小室健太ということでありがとうございました。高橋さんもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。